日本相撲協会は28日、都内で定例理事会を開き、元幕内北西方の暴行問題のあった宮城野部屋を4月から事実上の一時閉鎖となる一門預かりとし、宮城の親方、元横綱白鵬、野獣両白王法ら力士、行事ら所属する全員を同じ伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋に移籍させることを発表した。預かりの期間は未定。 一場所ごとに伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士、と一門の理事である朝香山親方、元大関海洋、から、協会執行部が状況報告を受ける。預かりの解除は、その報告を受けて決める。宮城の親方には27日に通達したという。宮城の親方は部屋付き親方として、師匠としての再教育を受ける。佐渡ヶ岳広報部長、 元関脇事の若は今後の宮城の親方にとってベストな方法を執行部と一問とで話し合ってきた何度も制裁を加えているわけでもないと説明将来の部屋最高の可能性を認めしっかり頑張ってもらって力士たちがいい環境で稽古できるように立派な師匠になってほしいと出直しを期待した